ほひーひーほーと書いて、上海電力のね、橋本徹さんのお話いきましょうか。もうなんかもう戦闘員に敬意とか言ってる余裕がもう完全になくなっちゃったのかな。上海電力の話しか上がってこないんですけども。なんかこれ番組でね、北村弁護士、となんかやり合ったらしいじゃないですか。うん。まあ、やり合ったっていうほどね、まあ北村さんがね、まあそれでもあの北村さんがあそこまでっていうね、見方をした人もいるんで、まあ一応やり合ったといえばやり合ったになるのかな。まあハーシーさんがね、まあ例えばこのどうでしょう、この橋本さんのツイッターとか、リプランとかまでチェックしてる人がどれだけいるかわかりませんけど、もうなんかあの上海電力で埋め尽くされてるらしいっすよね。ね、うん。で、まあその番組で、ニュースバーでしたっけ？これなんかこの、なんか北村弁護士が、橋本さんにね、いや、ちゃんと説明しないとダメだよと。うん。まあ説明することはないと思いますけどもね。うん。まあだから黒ですよ、黒。ね、黒だからでしょ？ね、白だったら白であることをね、証明してみせればいいじゃん。一番はっきりするじゃん。ね、うん。なんか上海電力、上海電力うるせえなって、本人もなんか何日か前のね、うん、言ってましたけども。だったらなんかはっきりと、いや私はこうこうこうでこうでこうでこうだったんですよって。ただもう一つの証拠としてね、上海電力さんの方がね、もう橋本徹さんのこの大阪にね、うん、招致していただいたんで、てへって言ってたじゃないですか。ね、入札じゃなかった、ね、お誘い受けたんです。招致されたんですって。言っちゃってましたよね、ホームページ上でね。うん。じゃああれが嘘なのかと。ね、まあもちろんね、うん、所詮上海電力さん発表なんで、どこまで本当かはわかりません。うん、だからそうじゃないって言うんだったら、いや上海電力は嘘ついてるんですよと、そんな事実はありませんよね、事実はこうでこうでこうですよっていう説明すればいいだけのことですよね。うん、身の潔白を、え、だってご自身弁護士さんじゃないですか、そういうの得意でしょ。うん、いくらでもやればいいじゃないですかね。え、しかも当事者ね、え、当時だって元大阪市長の橋本徹さんだったんだからさ、そりゃあなんて、証拠だって集められるし、ね、当時関わっていた人間、うん、自分のそばで、ね、自分以上に自分のことをよく知ってる人間だっていたでしょう。誰だか知りませんけど。ね、うん、証拠でも証人でも本気でやろうと思えばいくらでもできるじゃないですか。うん、なんでやらないんですか？うん、黒だからなんじゃないんですかね。ってみんな思ってるから、上海電力、上海電力でね、リプランが溢れ返っちゃうんでしょ？ね、うん。身の潔白証明すりゃいいのに、やらないからですよね。うん。それは北村弁護士だって、ね、説明しなきゃダメだよ、ぐらいのことは。それは言いますよ。うん。で、まあなんかね、ツイッターやテレビ番組などで積極的に発言を行ってきた、まあ、ハーシーさんですけども、今、このハーシーさんのこのツイッターのリプライ欄にね、うん、ある単語が連投されている。ね、それがね、上海電力。で、企業名ですけどもね。ことの発端は、まあ、ジャーナリストのこの山口さんが、発表したこの橋本徹研究。これはまあ僕も動画でね、お届けしたことあったかな。取り上げたことあったと思うんですけども。まあ、上海電力、ね、深まる謎、橋本徹の説明責任っていうね、記事が確かスタートだったっぽいんですけども。まあ、のどかな日本の山々に増えつつあるこのメガソーラーね、大規模太陽光発電が、橋本氏が市長だった2013年、メガソーラーの設置計画が大阪市にも持ち上がっていたんですよね。で、場所が大阪市、住之江区、人工島先島でしたっけ。設置事業が一般入札で日本企業が受注したけれども、2014年4月、上海電力日本株式会社が出資の形で事業に参入。ね、ここがもうおかしいじゃないですか。で、仮に電力が止まるなどした場合、周辺地域のみならず、日本全体にも影響を及ぼしかねない電力事業。そんな重要なインフラに中国の国有系企業である上海電力が参入したことについて、大阪市長だった橋本さんがきちんと説明してないとして、山口氏は、強く批判してたんですよね。で、同時に山口さんは、この橋本徹さんへのこの公開質問状と題した、ね、YouTube 動画も公開していたと。で、これを受け、ね、ツイッター上で橋本さんに説明を求める声が、まあ、どんどん拡散していったんですよね。で、上海電力は、この先島メガソーラー皮切りに、兵庫県三田市、茨城県つくば市などで発電事業を拡大中。これ今もどんどん、ね、日本全国に、ね、どんどん拡大中ですよ。
もう本当日本がね、日本のこのインフラ、電力、ね、どんどん取られてってますからね。ね、いやもうこれ僕動画ではこうやって笑ってますけども、いやもう状況としてはこんな笑ってる場合じゃないです。うん。なんでこういう状況がね。うん。いやだって今現在上海電力、ね、高橋さんも言及してましたけども、うん。え？こういう状況がね、今展開中なのに、なんでその裏で上海電力がどん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 まだ事業拡大中なのか、もう意味がわかんないですよね。うん。だからもうどんだけ売国度が溢れ返ってるかってことでしょ。日本国内にね。うん。まあいいや、ちょっと話戻りますが、で、そのとこね、山口県岩国市ではこの基地があるじゃないですか。で、そのそばにこのメガソーラーを買収したことから安全保障に関わる問題として騒ぎになってるんですよね。で、こうした背景の中、山口の記事に強く賛同した北村ハロー弁護士が、橋本さんのネット番組ニュースバー橋本に出演したことで、まあ、さらに注目が集まりましたよと。で、まあ、番組で、終盤ですかね、北村弁護士から中国擁護だと批判されたことを受けて、上海電力の話とかまた言ってるんでしょ、だってあれ入札だからねと橋本氏自ら発言。で、橋本氏が WTO ルールによって特定の企業を入札から排除できずきちんと手続きに沿って行われたという旨を主張すると、北村弁護士はきちんと説明した方がいいよ、これは気をつけた方がいいですよ、強い口調で応酬、ほぼ口論状態のまま番組が終了した。で、上海電力が実際の入札には参加しておらず、橋本氏の言い分には疑問が残ると。で、こうしたことから橋本氏はきちんと説明すべきだとして、ツイートのね、リプライ欄に上海電力という言葉が殺到する、そういう状況なんですけども、まあ、北村弁護士に反論の姿勢を見せた橋本氏ですけども、ツイッターに連なる無数の声に説明することはあるのかって言ってますけど、いや絶対ないですね。いやするわけがないじゃないですかね。うん、やらかしてる人間が説明なんか絶対しないですよね。うん、だから日本に ね、この敵が攻めてきたら逃げろとか降伏しろとかね、この他国から占領国と交渉したらいいとか言っていたわけですよ。だから全部つながるんですよ。ね、あのロシアサイダーね、あのところね、このウクライナ降伏論を展開していた頃とね、だからもう全部ね、だまあ当然同じ人間ですからね。うん、まさに売国度ね。もうここまで綺麗にね、綺麗にこの売国っぷりがね、ここまで徹底してるのもなかなかいないですよね。うん、だって説明も何も最初からそういう仕組みなわけでしょ。ねえ、もともとだって問題指摘されてたわけで、だからもう例えばこの上海電力の問題はね、この菅直人さんね、あとこのソフトバンクの孫正義さんとこの組んだ時ね、ここまで遡れるわけですからね。うん、だから別に橋本さんだけをね、あの吊るし上げておしまいにする案件じゃないですけれどもね、でもまずは橋本さんに説明責任があるのは間違いないんで、だからこれを取っかかりに、ね、一切合切関わったやつら全員とっ捕まえてぶち込むべきですよね。うん、とんでもない話じゃないですか。うん、だからこれ当然政府の責任もありますよね。うん、だって仮に電力が止まるとかになった場合、周辺地域だけじゃなくてって記事にも書かれてましたけども、そもそもが発電自由化進めたのってどこの誰でしたっけね。例えば4月から始まった宮城県のこの水道民営化なんかにももう外資参入してとるじゃないですか。外資規制をこの電気事業法改正法とか水道民営化法に入れなかった。ね、これはもう政府のね、責任ですよね。これはもう失態というよりわざとでしょ。うん。だからね、橋本さん、ね、橋本さんだけが悪いわけじゃないんですよね。うん。橋本さんもそうですけども、ね、うん。他にもいくらでもいるわけですよ。ね、とっ捕まえてぶち込まなきゃいけない奴らはね。うん。じゃあ、橋本さんの何がっていうことなんですけども、まあ、電力っていう国内の重要インフラに外資、それも中国企業が参入して、日本のこの公的機関から受注してることを問題視してなかった。そこでしょ？で、そういう感覚のそういうやつだったってことですよ。ね。だから問題視、知らなかったっていうのはね、把握するできるわけがないみたいな言い訳してましたけど、あら嘘ですよね。うん、だから大阪人にも、ね、この日本国民にもその事実知らせずに、ね、うん、だからこそ橋本さんにも当然責任がありますよね。うん、
あと他に有名どころで言うと、あ、林大臣なんかもね、そうですよね。この岩国の上海電力太陽光パネル設置工事を受け負った企業から献金受けてたじゃないですか。林外務大臣ね。林外務大臣にもね、説明責任、ね、追及すべきですよね。うん。まあでもこの手のやらかしたやつってさ、ね、うん、不利になると無視して逃げちゃうやつばっかだもんな。うん、だついこの間ほら、ね、昨日退任したばっかりのとある半島のあの国の大統領なんかとそっくりだよな。いや、これは絶対逃がしちゃダメですよね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。